この奥行ってないよね。画面近あ、来たメニュー。あ、今までそこ私ボタン押してなかったわ。生クラ装備中でございます。擦り切れた衣、アクセサリーはなし。アイテム外すことも壊すこともできない。グミはい、ビジュアル、あ、なんかネタバレされたアタッチメントね。あ、マイセットもできるんだ。へえ、なるほど。ライブラリーが、あ、こういう系。待って、ちょっともう酔ってる。待って待って待って、まあカメラ速度こんなもんかな。近いんよ。なるほど、アップルグミ来たー。え、固定なんだけどアップルグミ、これはこれはアップルグミ。ここトイレじゃないよね今までアップルグミ割合だったのに固定になっちゃったね。セーブロード、あ、ソイブロードか。セーブしとくか。セーブ早っ。14個までか。ちゃんと固定なんだね。この画面酔うな。私こういうゲームって言うんだな。敵襲、敵襲、レナの兵隊が来たのか。出口に向かおう。早く脱出しないと。うん、あ、もう来てるんだ。他は出られない。結構遠いね。行きましょう。あ、戦えるやつは武器を取れ。くそ、どうしてここがバレたんだ。話す、うんうんうん、なるほどね。俺の知らないところでずっとこんな戦いが繰り広げられていたのかね。あ、そうなの、逃げちゃったんだ。行きましょう。うわあ、戦うのでは。これは初戦闘来たのでは。なんだな。え、生クラキン大丈夫かな。ここにレナ人がいたはずだ。今どこにいる。それはさっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうが。答えるとでも思ってるのか。なんだこの石突き。レナの装甲兵に挑む気か。おーおーおお、メニュー画面の曲だ。通常戦闘曲なんだね。え、待って待って、マジで言ってんの。 R1 で通常攻撃すんの。 R1 をするの、人差し指出すの。へえ。アーツゲージ、あー、術技が三角四角バツ。はいはいはい。え、これはプレステ4版だったら丸になるの。バツがどうなんだろう。 L とはいR2 回避、あ、左右っていうことかな。ジャスト回避ね。はい、マジか。 R1 で攻撃ロックオン。やるしかない。本物の戦いだが、やってやる。あ、回避こうだ。おとなしくやられてたまるかね。昇竜殺、魔人剣は。あ、なんかよくわからんけど、非エンジン。ああ、なるほど、ここがあれか、アーツゲージか。おっしゃ、かっこいい、かっこいい、かっこいいまさかの R1 だったな。レナの装甲兵相手にね、やったね。やるぞ、絶対に生き延びてみせる。うん、難易度はセカンドでお送りしておりますなんかノーマル
以上にはしたいけど、ハードにはハードにする勇気がないっていう、なんか謎のセカンド行くか。アイテムがあると光ってるっていう認識でいいのかな。さっき光ってるやつ取ったからね。みんな大丈夫かい。これだ、これが取れるやつ。アップルグミ助かる。あ、泣いてる。あ、なくなっちゃったの。いや、心折れたらダメだよ。絶対に生き延びてやるっていう精神。え、これ何。あ、ここで去った。あ、なるほど。回避ここ。待って。ん？ロックオンどれ？待って。ね、めっちゃ痛かったのでは？大丈夫？HP どこに書いてあるの？今あれか。ぬるぬるぬるな感じ？ターゲ、あ、ターゲットは L1 をしながら。あ、これロックオンもしてるんだ。あ、待って。丸ボタンではない。逃げて指が大変なことになってる。かげろうかっこいいな。ちょっと待って、こう、あ、もういいか。ズーグルだっけからやろう。ま、丸がジャンプだな。で、いきなりジャンプしたらカゲロウが出るね。そういうことなんだろうね。漂流札で上がってからカゲロウに入るから、ジャンプからの何これ。おお、ジャンプからのこれでカゲロウになるんだ。なるほど。火エンジンは、あ、火エンジンもカゲロウになったぞ。退けはしたが、うん、めっちゃおもろ。ちょっと指がすごいことになってる指がね、慣れてないですね。これはね、他のゲームに影響しますようんうん。武器か。あ、この人やってくれたの。出た出た出た。思ってるじゃん、敵の武器。ゾンビメルアイメリス大もすぐどんビルド閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来てかっこいい。あ、いや違う、銃持ってる。触っちゃったんですけど。え、大丈夫だった。そっか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 、痛みを感じないからか。うるさい、今のうちにさっさと逃げればいいだろう。ゾンビのどれ、我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。おお、これはどういう風になるんですか。え、これはこれはロンケイ、好きなく連続して行動する。アーツゲージがなくなるまで連続で出せて、通常の回数は地上と空中で別々に数えられる。いや、やっぱりそうなんだね。はは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 、はできるとは言ってない連携中の術技と効果現象、4つ同じ術技を4つ以内に繰り出した場合、貫通力とのけぞり時間が減少する。ちょっとこれは文章でっていうよりも感覚で覚える感じかな。わし、私は私の判断で動く。覚えたよ。邪魔にならないように。こっちは不慣れなんだ、約束なんてできるもんか。行くわよ。もう一発下げろ。あのシオンの声優さんさ、ゼノブレイド2のさ、ホムヒカじゃん。すごいねすごいなって。逃げて気合はいつもいいんです。なるほどね。ヒットアンドウェイで、なぜ私を助けたの。
ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけで。何？以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこの有様で何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの？鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないように。ああそうなんだ、優しいね。今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。え、今のスキットってこと？気を引き締めていくわよ。はい、今のスキットなのかな。かえらい変わったね。あ、スキット R1。 うーわ、また気づきにくいところにある。右下ですね、今回は。じゃあ R1 押してスキット見ます。仮面の奴隷。その仮面ちゃんと見えてるんでしょうね。当たり前だ。出なきゃどうして転ばずに済んでると思うんだ。いや、なんで見えるの？なんなのそれは。ダナのものとも思えないけど。知るもんか。昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけないのも最悪だ。そんなことより、その姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。目を引かないはずないのに。ダナの仲間で気にするやつはほとんどいない。するだけ無意味なんだ、俺たちの境遇じゃな。総工兵は怪しまれなかったの？確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。虫の居所が悪かったり怒らせたりしたら命取りだ。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることもある。あ、そうなんだ。仲間が言うには、むやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。ああ確かに。その辺はあんたの方が詳しいんじゃないのか。私はスルドの部下ではないわ。ただそうね、300年間変化のない支配の下で兵士も産んでいるのかもしれない。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。なるほどな、面白いスキットですね。もっと戦いたいな、戦闘やりたい。生き延びたようだな。はい、逃げたと聞いて待っていたが、鉄仮面と一緒とはな。お互いまだ総攻兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間は？この先にいる。俺たちも行くぞ。おーい、この方はブレイアブルキャラなのかな。お、ムービーだ。うわー、もうめっちゃ待ってんじゃん。棒眼付き。あ、やべー、これはどうするよ。動くな反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けると。ねえ、よほどシオンが欲しいんだね。裏切り者を捕らえろ、他は皆殺しだ。ああ裏切り者。おっと、ま、似合ってないわ。刺さったシオン。う
どういうこと？炎の剣、どうして？あれはマスターコア、自分に埋め込んでいたのか。もういい、あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃！目的これなんだ、マスターコア。これが炎の力。なくなった。力が還元された。謎いけど謎いなるほど。なんかその大丈夫か。うわー、もう腕が大変なことになってるよ。その手、ああ痛みを感じない体で助かった。いやおい、そうなのか。動かないで。え、あ、ファーストエイドですか。治癒術、精霊術って言ってたよね。もう治った、すげえ。これが私の精霊術よ。おお、いいねいいね、よかったよかった。めっちゃ痛そうだった。最強の薬、炎の剣とそれを癒す治癒の術。うん、痛みを感じない男と触れると痛い女か。いい、言ってみよう。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。うん、鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ、あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。ああ、もうみんないなくなっちゃったってことか。すごい。あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか。人の心配。何の話。傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎、当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形を成す過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか。そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか。ああ、そういうことか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中であの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺には分からない。そんな自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。おお、シオンが仲間になりました。ジルファと共に行動することになりました。シオンの戦い方、シオンも生きるんだ。私テイルズね、昔はまあ近接系の人だったんですけど、最近割とね精霊術使うのが好きで、そう、魔法使うのが好きで、遠距離系のキャラクターを使うことが多いですね。
CP オート、あーなるほど、キュアポイント、 CP はキュアポイントか、あなるほど、回復は別枠っていうことなんだ、へえ、あパーティーで共有ポイントなんだ、あー回復がそういう感じね、へえ、なるほど、痛みを感じない男と人に痛みを与える女の人、なんかあのパッケージの裏にね、この痛みは君の心に触れたからっていう文章があって、なんかなんだろうね、痛みを感じるときにそのシオンとの仲間の絆が深まって痛いって感じるシーンが現れるんかなってちょっとなんか勘ぐっちゃって、なんか胸が熱くなったね、楽しみだね。さてちょっと早速やってみたみがあるんだけど、どうやってやる？作戦見とく？あー丸ボタンはキャンセルですよ、さやかさん。まあバランスよく戦えでもいいけど、まあうんうん、私はその CPU にアイテム使わせたことないな、自分でいつも操作しちゃうな。まあバランスでいっか。待って待って、あ術技みたい、3個までセットできる、L2、R2 押すと一覧確認。うんうん。なるほど。ああ、これか！はいはいはい、なるほど、そういうことだったんだ。今、かげろうしかないんだね、上がったときは。ファーストエイドあったよ。レイズデッド。マグナレイか。シオン操作したい。どうやってやんの？パーティートップ変更。編成。ん？操作キャラクターを変更。上下左右の配置やブーストアタックに対応している。うん。セミオートね、まあマニュアルかな。つまり操作キャラこれにして入れ替えか。なるほど、今セミオートなんだ。マニュアルにしたらどうなるんだろう。ちょっとオートにしてみるか、じゃない、マニュアルか、マニュアルにして、よし、こっか、こっちね。すごい、ちゃんと足音変わる。奴隷、レナによって虐げられるダナ人のことを指す。そうだね。いや、ほんとに、炎ばっかり。わー、なに？月？すごい世界観。ここがオルブスカラグリア。あれはグラニード城。このカラグリアを支配するスルド、ビエザの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。近いんだね。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。自由、行くぞ。はい、
いやなんか曲ちゃんとテイルズで安心するな。ズーグルは近づくと襲ってくるぞ。ああはいはい、戦いましょう。なんかこう殴らなくていいの？戦闘中ティルザいる。うんうん、アクションの醍醐味。うつ、あ、こっち、待って、もうファーストエイド使っちゃってる。ちょっと待って。俺たちが引くわけにはいかんのだ。どこで確認できる？あー、マグナレイ、これや。すまんな、レンガだ。行くわよ、終わりよ。マグナレイ、マグナレイ、マグナレイ、昇竜レンガ弾。ちゃんとスティックの位置で押してるわ。マグナレイ、行くわよ。に受けるてか、あのついにあのあれだわ、体力維持出るのようになってるわ。で CP が右と。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。あ、そういうこと言ってくれるんだ。回復しようか。じゃあどうしてもスタートボタン押しちゃう。ほんとだ。あ、確かに減ってに人が減ってたわ。あの仲間がさ下に出てないから。これどうやって使うの？使い方、アイテム使うしかないから。あ、回復だった。あー、どう、でも同じなのかな、商品。なるほど。ちょっと次はちゃんと見とくわ。避けられる敵は避けていけ。全部を相手にしていたらキリがないな。賢明な判断ね。私めっちゃ戦いたい美容なんだけど今。あれかな、ちょっと強い敵なのかな。何これ、鉱石、採掘、毒解石。なるほど。変わった石だな。不思議な力を感じる。できるだけ取っていきましょう。さすが、ここ飛び降りられる、すごいね。あ、宝箱ある。これは見逃しやすい宝箱ですね。あ、それで開けるんだ。ライフボトル、いいね。これはいいものが入ってたな。物資は貴重だ。ね、見逃すなよ。はい、覚えておけ。わしの目が節穴でなければ。あ、焚き火だ。ここで休む？ここらで一息入れるとするか。はい、俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い夫の気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。うん、わかった。